常に監視の目が光り、見上げるほど高い壁に囲まれた絶対に脱獄できない刑務所。世界にはそんな刑務所から我々の想像もつかない驚くべき方法を使って絶対に脱獄を成し遂げる男たちがいる。ある男は大量の仲間の手を借り空から脱獄したり、またある男は9億もの大金を使い金に物を言わせた方法で脱獄したり、果たして彼らの奇想天外な大胆すぎる脱獄方法とは。はいどうも、アルコメトリーのケンちゃんです。でも、ヤミヤミカです。はい、というわけでね、今回は最強脱獄犯シリーズ。脱獄犯に最強もクソもあるの？まあまあまあ、今回話聞いたらこいつのレベルやべえってなるんでね、まあまあまあ聞いてください。今回ね、ご紹介するね、脱獄犯は私たちには想像もつかないような奇想天外な方法で脱獄を試みた2人の男たちです。まず1人目は、まるで映画のような驚きの方法を使い2度も脱獄した男です。絶対に真似しないでくださいね。私は捕まっても逃げも隠れもしないわ。逆に恐ろしいわね。フランス中の人々が驚愕した映画さながらの逃走劇。脱獄王の名にふさわしい、その驚愕の脱獄方法とは。規格外の逃亡者、ルドワン・ファイド。この脱獄劇の主役はこの男、フランス人のルドワン・ファイドです。彼は2度の脱獄を行ったのですが、そのあまりに大胆不敵な方法にフランス中がどよめき、一躍脱獄王の称号をつけられることとなります。果たしてその方法とは。ファイドは昔から数々の犯罪行為を繰り返してきた悪の中の悪だったんです。そんな彼が仮釈放中の2010年、ある強盗事件を指揮した疑いで再び逮捕されてしまいます。この事件では女性警官1人が銃撃で死亡したために、ファイドには懲役約30年の重い罪が課せられることが予想されました。その事件の証拠が立証され、刑の確定を恐れたファイドは脱獄を考え始めたのですが、彼が思いついた作戦はあまりにも強引なものだったんです。そして2013年4月13日、ファイドの1度目の脱獄が実行されました。フランス北部のリール刑務所にて服役していたファイドが思考の末思いついた脱獄に使った方法は、なんとダイナマイトだったんです。ファイドは刑務所の監視を含む5人を銃で脅して人質に取ると、刑務所のドア5箇所をダイナマイトで爆破したんです。そして爆破によってできた道を逃走用の車に乗って刑務所を後にしたんです。ここで疑問なのは、ファイドはどのようにして銃を手に入れたのか、そしてどのようにして刑務所のドアにダイナマイトを仕掛けたのか。残念ながらこれらの謎は明かされていないのですが、後にファイドが語ったヒントらしき言葉によると、私は犯罪計画を立てる際にはハリウッド映画を参考にしていると言っていたんです。ちょっとバカ。そんな映画を参考にしたとされる脱獄劇でしたが、そのわずか6週間後、ファイドはパリ郊外の宿泊施設で発見され身柄を確保されました。いや、そこは頑張れよ。しかしこの事件は次に行われたわずか10分の脱獄劇の序章に過ぎなかったんです。果たしてファイドが次に仕掛けた脱獄方法とは。いやでもこれ映画を参考にした脱獄ってすごいわ。冷静に考えてこれ一人じゃ無理よ。いいとこつきますね。実はね、これね、実はね、一度目のね、脱獄の詳細ってのは分かってないですけど、二度目の脱獄の方法を鑑みると見えてくるものがあるんです。次行きましょう。刑務所に降臨した悪魔。1度目の脱獄から約5年、服役中だったファイドは2度目の脱獄を実行することにしたんです。懲りねえな。そしてその方法には再び誰もが予想し得ない驚きのあるものを使用したものだったんです。2018年7月1日、ファイドが2度目の脱獄を実行したこの日、服役していたレオ刑務所の敷地内に姿を現したもの。それはなんとヘリコプター。そう、ファイドは脱獄の方法として空中への逃走を試みたんです。それにしてもファイドはどのようにして獄中からヘリコプターを呼び寄せることができたのでしょうか。実はヘリコプターが刑務所に姿を現す数時間前、ファイドの仲間2人がヘリコプターの飛行教官を脅しヘリをハイジャックしたんです。そしてそのままハイジャックしたヘリをレオ刑務所の敷地内に着陸させました。このような作戦の打ち合わせをいつどこでしたのかは不明ですが、どちらにせよファイドの思いついたアイデアをそのまま実行に移す仲間の行動力は凄まじいものです。その後ファイドの仲間たちは刑務所の入り口に向かって発煙弾を撃ち、看守たちの視界を奪うと電気工具でドアを破壊し刑務所の内部に突入したんです。そして進んだ先の面会室でファイドの仲間たちが親族と面会していたファイドと合流すると、そのままヘリに乗り込み脱獄したんです。この脱獄劇にかかった時間はわずか10分。
その後、逃走に使われたヘリコプターは刑務所から約60キロ離れた場所で発見され、幸いなことに脅されたヘリコプターの飛行教官も無事だったそうです。しかしファイドたちはそのまま逃走し、行方をくらませてしまいました。この映画さながらの脱獄劇にフランス中がまたも大騒ぎ。心強い仲間の存在も発覚したファイドの逃亡は大成功を収めたかのように思われました。しかし2度目の脱獄から3ヶ月後、ファイドはパリ北部のクレイユ市内のマンションで発見され逮捕されました。いやだからそこ頑張れよ。同時に兄弟などを含む協力者6人も逮捕され、ファイドはまたしても刑務所に収監され、現在も服役中なんです。2度にわたる彼のダイナミックな脱獄は仲間の協力に支えられた協力プレーだったんです。脱獄っていうのはもちろんね、絶対に許されないことなんだけど、助けてくれる仲間がいるってすっごいなんか私羨ましい。僕が捕まってどうします？え、警察に感謝。もうなんで取るの。続いてご紹介する脱獄犯は、違法薬物売買で巨万の富を築いた男の誰も真似できない脱獄劇です。華麗なる脱獄。2016年1月、メキシコの刑務所を脱獄したカルテルの長エルチャポことホアキングスマンが逮捕されたニュースが世界中を駆け巡ったのですが、皆さんはご存知でしょうか？ネットフリックスでも作品化されたメキシコのカルテルを率いる彼の人生、その生き様はとても興味深いものなんですが、今回は彼のもう一つの顔、脱獄王としての一面をご紹介していきたいと思います。それではここから本題の脱獄について説明していきます。アメリカ当局の捜査により、1987年から90年までの間に2トンの違法薬物などをアメリカに密輸し、約1500億円もの利益を上げていたという罪状で、1993年に最初の逮捕されたグスマン。当時メキシコで有数の大富豪であり、約1000億円もの純資産を保有した男の失脚に世界中が驚いたんですが、その後彼はさらに世間を騒がせることになったんです。2001年1月、グスマンは刑務所に出入りしていた清掃作業者に隠れて脱獄に成功したんです。一見すると何の驚きもない脱獄なんですが、皆さん何か違和感を感じませんか？メキシコで多大な影響力を持っていた麻薬王の脱獄がこんなにスムーズにいくのでしょうか？普通に考えたらメキシコのカルテルのトップである男の警備がこんなに手薄なわけがありませんよね。しかしグスマン脱獄は誰にも発見されずに成功を収めたんです。そう、グスマンがこの脱獄に使ったトリック、それは買収だったんです。グスマンはこの脱獄にあたって78名もの刑務所の監守に合計約2億5000万円もの賄賂を配り、監視の目を伏せさせたんです。まさに大富豪だからこそ成し得た脱獄劇だったんです。その後メキシコ当局、アメリカ当局およびインターポールから国際指名手配を受けるも、地下に潜伏しつつ違法薬物密売組織において活動を再開。その勢力を急速に拡大させ、グスマンは世界最大の違法薬物組織のボスと呼ばれるまでになったんです。そんなグスマンに対してメキシコ当局は500万ドル、アメリカ当局は380万ドルもの懸賞金をかけて行方を追い続けました。そして2014年2月22日、メキシコ軍とアメリカ捜査当局の合同作戦により、メキシコのシナロア州マサトランの高層マンションでグスマンは再び身柄を拘束されます。そして前回大掛かりな買収脱獄を行った彼は、限界レベルの警備で知られるエル・アルティプラーノ刑務所に収監されたんです。しかしグスマンはここで1度目の脱獄よりも驚愕の方法で脱獄を成功させるんです。グスマンが次に仕掛けた逃走方法とは。いやーもうね、大胆不敵だよね。もうこういうことするのがそうよね。金ばらまいて脱獄するなんて意味わかんないですよ。大金をはたいて看守たちを買収したグスマンは、次もね、もうある方法でね、もう世界中を驚かせたんです。またお金使う。静かなる脱獄。2度目の逮捕され、警備レベル最強のエル・アルティポラーノ刑務所に収監されていたグスマンでしたが、2015年7月、彼は収監されていたはずの独房から突如として姿を消したんです。そして空っぽの独房のシャワースペースからはあるものが発見されました。それはトンネルだったんです。独房のシャワースペースの真下には、なんと刑務所の外までつながった 1.5 キロのトンネルが掘られており、そこには電灯や換気装置もしっかりと完備されていたんです。そして内部にはレールが敷かれ、グスマンはそこをバイクに乗ってわずか3分で逃げ去ったと考えられています。そしてこのトンネルの作成には最低1年の工期と約6億2000万円の建設費がかかったであろうと推定されています。脱獄への金のかけ方が半端ないですよね。普通トンネルを掘る音には気づきそうなものなんですが、地元メディアによると、脱獄の数日前に
刑務所近くでドリルを使った工事が始まり、受刑者からうるさいとの苦情が出ていたほど騒音がひどかったというのです。そう、グスマンが独房の真下に到達したトンネルまで縦穴を掘る音をかき消すためにカモフラージュで工事をしていたんです。再び巨万の富を振りまいて自由を手に入れたグスマンでしたが、その後2016年グスマンは3度目の逮捕をされ、現在はコロラド州の ADX フローレンス刑務所に収監されています。この刑務所は絶対に脱獄できない刑務所と言われているのですが、普通の人には真似できない華麗なる脱獄をしてきたグスマンだからこそ3度目の脱獄も起こり得るのではないかと世界中の注目が集まっているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。